お疲れ様です。お疲れ様です。改めましてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ということで今回はとりあえずじゃあこちらから開いていただいて、キャットって書いてる。ねえ待って、まず、1個目は猫の一輪挿しと。かわいい、こんなのあるんですか。花も大好きだし猫も大好きだし、はい、はい、では次はこのピンクの出ます。え、なんだろう。まず1つ目はねえ、猫の鏡。こんなのあんた、すごい。猫猫ということは、とことは次も猫の口だ。かわいい、やばい。では次はじゃあ、ごめん、猫出てきた。もう生きてるの出てきちゃうんじゃないの。じゃあ生きてるかもしれないから、慎重にね。ちっちゃい子猫かな。おめでとうって書いてて、じゃん。招き猫がいっぱいおります。すごい、猫が大好きなお店だ。じゃん。なにこれ、コンパクト、パウダーかな。ねえかわいい、ね、よくこんな猫ありましたね。じゃん。あー、かわいい。持ち歩ける鏡です。じゃん。ねえ待って、かわいい。猫の肉球。こうやってつけるとこっち側に浮き出るんです。肉球みたいになる。じゃあピンクがいいからチークを塗ります、これで、はい。あ、これの残りのシールだ。かわいい。どこに貼ろう。レンコンステッカーだ。ありがとうございます。ちょっとこれは一回いいとして。やばい、こんなに猫あんの。結果今年はちょっと思うがついたものでちょっと縛ろうかと。何よりも嬉しいです。超かわいい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、でも聞いてください、今21歳じゃないですか。来年22歳、にゃんにゃんなんですよ。だからお楽しみに。考えときます。